はい、4月8日締め切りの2年生のね、毛筆いきます。毛筆なかなか動画撮ることがないのですごくレアですよね。はい、トンボですね。トンボいきます。ひらがなで3文字なんですが、との書き方、あ、ここね、これ4分の1にこう折った状態のここにとを入れます。トンボのとなんですけど、まず後輩で立てといてくださいね。ここお尻しっかりこう上げといて、スーッとこういう感じで、あんまり押さえつけないこと。頭しっかりですよね。結構そこからスッとこう下に降りてくるような感じでギュッギュッてしないことです。ここなぜかっていうと、ここから次2画目がこちらに飛びますね。ここはまあしっかりでいいんですけど、横にこういう風に来て、ここ隠れるところなんですよ。そういう部分っていうのはあんまりこうギュッギュッてやるとこの辺がモコモコってこう大きくなっちゃうとあんまり良くないので、ここからスーッと来たら、結構早かったでしょう。ここしっかりトンって入れるんだけど、スーッとこう一気に来ておいて、この辺ちょっと緩んだなと思ったら、またこの辺からすごく強くなってきて、こういう向きで穂先がここにありますよ。こういう状態で終わってます。これ太くなってるっていうことは、下に押し付ける力が強くなってるってことですから、この辺りから強い方に向かっていくってことですね。クレッシェントみたいな感じね、そういう感じがここでね、こう表現されてます。そこができるといいですね。だからここまず押さえつけないっていうところが一つね、大事なところです。でここに運をね、入れていきますよ。塔が書き終わって、まず運の場合、ここ真ん中にこう線があるものだと思ったら、大体真ん中からこちら左下に向かってギュッ、ここでしっかりと、あ、今話しちゃったけど、ここからギュッと来たら、ここで一回止まりますよね。そしてこの辺ぐらいまで戻るんですが、その時にちょっとだけ角度ちょっと違いますね。こっからこういう向きで来て、でここでもう一度ちょっと止まって、次下のラインはここを目指してくるように、こうに来といて、下揃ったなと思ったら、こんな感じです。これを手首使わないように腕ごとこういきます。そうするとね、動きが綺麗ですよ、ね、ここポイントは下を揃えるようにすること、意識としてね。からこことここしっかり止まりましょう。それから、ここにこうスッと来る時、力の加減って言ったら、だんだん少し弱いっていう表現はあんま好きじゃないんですけど、ここからスッと細くなってるようなイメージの方がいいです。なんだろう、こういうところの隙間を作るためっていうのもあるんですけど、ちょっとこの辺こう早く見えるでしょ、シャッてなってるような感じの、その辺あんまり同じ強さのまんまいくとそういうところが出にくくなるので、その辺をね、気をつけてください。分からなければ巻き戻してね、何度も見てください。ボですね。ボは2年生が名前ここに書けばいいので、ここギリギリ使っちゃっても大丈夫なので、この辺からこういう風に来て、でふわっとしたら一回止まってきて、こう上に行きます。これあんまり横にドーンって行くとこっちの子も邪魔しちゃうので、こう上に行っといて、ほわこんな感じですね。ふわふわっていう感じです。この辺の線の感じね、よく見てくださいね。でこう来て、早い段階でこちら曲がってください。ここねちょっと空いてますよ、この棒の長さに対しては。少しここに空間があります。離してみるとこういう感じ。ただここの筆の動きもしっかり見てほしいとこです。どっちに穂先があるかっていうと、今こっち側に、向こう側向いてる感じ。こう来て、ここにありますよね、見えるかな、ここにこっち向きにあるんですよ。この状態で1止まって、2でここ、ここからね、横にこうやっていくんです。
で真下で止まってなかったんです。今ねここからここで止まってないでしょ。キューってここまで来てここで初めて止まりました。ここでね、そういう風に動くといいです。ここからトントン、そして点々、ここにまたさっき、1年生のやつでもやりましたね、この点の打ち方。そう、ちょっとねこの穂の結びの部分難しいので、この空いてるところに書いてみましょうかね。じゃあこっち右側1、2ってきますよね。そしたらこう来てこうです。ここキュッと来てドーンドーン、こんな感じでいいです。こうしてこう、ここね、ほら筆の動き、こういう感じの向きになってるでしょ。ここから1で、なんかねじれてますよね。でも気にしないで、このまま、そうするとほら戻ってる状態です、ね、っていう感じで、あんまりこう手首で自分でグネ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 こういう動きをするのではなくて、穂先がどういう風になってるかっていうのは、ここのね、半分ぐらいを意識しながらやるといいです。だからこういう動きはしないように、こうほらこれおかしいでしょ。ほうとか書くときに結構やりがちなのがこういう感じ、これがダメな例です。いいのはさっきやったので、ちょっとそこを何度かね見てみましょう。はい、2年生もね、とが結構この部分が難しいような気がします。こことこの部分、そこね気をつけてください。